アンコール、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 ありがとうございます。それでは、それでは最後まで、はい、ではほいほい行きましょうか、ランさん。はい、本当の最後ですよ。それでは聴いてください。カラフルな未来へ。改めて今日はサニーピンク県体制ラストライブ2ラブに
お越しいただき本当にありがとうございます。みゆちゃんに読みたいです。はい、お願いします。みゆちゃんへ約2年半クリーンピンクとしての活動お疲れ様です。キラキラの先輩って感じだったから、なんかずっと敬語使ってたし仲良くなれるかなってドキドキしてたけど、みゆちゃんはいつどんな時でも優しくてその雰囲気を良くしてくれて、なんかまだまだ分からないかったことも教えてくれて、気づいた時には本当に新メンバーとして加入したっけってぐらいにまで仲良くなれてて本当に嬉しかったです。今までずっとみゆちゃんがブリーフィンクを守ってきてくれて、その中にドカドカ入ってくのは正直怖くて、実力的にもなんかみゆちゃんに全部幸せちゃってるなって実感することが多くて、どうしようどうしようって悩んでたことも結構ありました。でもみゆちゃんのステージでキラキラ輝いてる姿を見たら、そんなマイナスな方向に考えても何も生まれないなって思えて、結構みゆちゃんのステージでキラキラ輝いてる姿を背中を押されてました。キラキラ輝いてるみゆちゃんがずっと憧れです。お仕事の時だけじゃなくて日本マンションの秘密のこと、大学終わりとかお祝いとかご飯食べに行ったり、お洋服一緒に見に行ったりとか、できるまで仲良くなれて、なかなか人に心を開けないランなのにここまで打ち解けられててすごく嬉しかったり、こんなに心を打ち解けられたのにお金になっちゃうのは寂しいし悲しいけど、これからもみゆちゃんの人生を応援します。またいつか会っていっぱいお話ししていっぱい物をね、2年間ちゃんと一緒にトリーピンクとして活動してくれてありがとう。絶対これが大好きです。ありがとうございます。
自分を大切にして、ご飯炊
2年半ミエをずっとアイドルでいさせてくれてありがとうございました。努力
ちゃんいろんなことにチャレンジしてね。アイドルをプロデュースするのが夢だったんだけど、メンバーがいてくれたからドリーピンクのプロデューサーになれました。夢を叶えてくれてありがとう。ラストライブ本当はすごく寂しいし、もっと一緒にいたいけど、今度は2人の今の夢を叶えてほしいなって思います。2年前は言われたことを一生懸命やっていた2人がたくさん成長して、今は自分で考えて自分で出した答えならそれは絶対正解だと思うので、それを応援したいです。ずっと応援しています。2人のカラフルな未来で夢を叶えて幸せになってね。2024年8月31日ドリーピンクプロデューサー東瀬那。
締めたいと思います。本日はセットオリンピックラストライブにお越しいただき本当にありがとうございました。皆さんの久しぶりに会えた皆さんもいるし、毎日来てくれた人もいるし、デビューライブから来てくれた方も今日いますね。皆さんに悲しい気持ちにさせてしまったかもしれないんですけど、2人とも新しい道で、まだ若いんで、うちらまだ若いんで、まだ若いんで、まだいろんなことできるので、これからもキラキラ輝くうちらを見ていてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは皆さん大きな声でどういたしましてお願いします。大丈夫ですか？終わりますよ。
それでは本当の本当の本当の最後の挨拶をしたいと思います。いいですか？いいですか？ダメなんだ。いいですか？はい。